お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。全国の女子高生の皆さん、大変長らくお待たせ。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ついに届きました。はい、久々のガレージキット、はい、こちらが届きましたね。うん、いやーでかい箱がね、相変わらずのね、このビニールの巻き具合、うん、でかいです。めちゃくちゃでかい。後ろの解体正規のニューガンダムと比べてもでかい。はい、今回はね、こちらを開封したいと思います。まあって言ってもね、これが何かというのは、まあ、全くわからないですよね。はいはい、ここに VIP って書いてありますね。いやー、 VIP 待遇ですね。はい、とりあえずこのビニールビリビリと破ってね、箱の状態をね見てみましょう。はい、外箱の状態まで持ってきました。いや、あのビニールを剥くのがね、結構あれなんですよね、大変なんですよ。あれバラバラね、散らばるんですよね、あの手のビニールは。はい、ですがやっとこさビニール取り外し終えました。はい、ちゃんとした段ボールに入ってますね。うん、はい、ではこの箱からもね、さらに出して見てみましょう。はい、蓋を開けるとね、こんな感じでしっかりとね、スポンジがかませてありますね。うん、これは助かりますね。はい、外箱を開けたらね、箱が入ってました。箱イン箱、いやー、なんだろう、厳重なのかな。うん、はい、蓋を開けたらびっくり。どういう入り方してんのこれ。え、横に入ってんのか。いや、縦じゃねえな、横だな、参ったな、入ったね。取り出しづらいなこれは。はい、このミルフィーユ層のスポンジ、これも結構強敵ですね。まあ、一応開けるとこういう感じですね。はい、いや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 、これは大変だ。はい、一応ね、概要はこんな感じですね。上、一番上のスポンジを取り外した状態、まあ紙に包まれていますんでね。はい、これをね、うん、ちょっと紙から取り出してみましょう。はい、全てねパーツ取り出し終わりました。いや、あれね、ミルフィーユ構造になってましたけれど、あれ何層にもパーツが入ってるわけじゃなくて、一番上の蓋だけ外せばいい感じでしたね。うん、ただ単に下はクッションの役割っていうだけでした。はい、なのでパーツ数はね、そこまで多くはないです。うん、むしろ少ない。まあこれはね、おいおい、ちょっとね、説明が入りますけれども、はい、まあ、とりあえずね、パーツを一つ一つチェックしていきたいと思います。まずはね、肝心の土台ですね。台座。こちら。はい。ドラゴンボール GT。まあね、もうタイトルやサムネで分かってます通りね、はい、ドラゴンボール GT ですね、今回は。それの台座、まあ、大地をイメージしたジオラマ風の台座ですね。うん、やっぱりね、ガレージキットだけあってすごい凝ってますね。うん、こういう緑の感じとかすごい塗装が細かいね。うん、ちゃんとこういう大地の陰影とかもね、はっきりしてますね。いやーすごい。でこれはね、裏はこんな感じ。うん、まあ普通だったらね、メーカーのロゴが入ると思うんですけれども、このメーカーはロゴが入らないタイプですね。うん、で続いてこちら、はい、台座はい、台座2個目です。はい、裏はこんな感じ。まあこれもね、うん、2パターン選べるっていう感じなんですよね。うん、いや重いな、ほんと台座が重い。でこれね、ま
あ、見てわかる通り電飾が配線されてますね、はい、でここに差し込み口、はい、ということはこっちは光る大佐っていうことですね、はい、で続いてエフェクト類をね一通り、見ましょう、はい、こちらですね、うん、まあ炎のエフェクト、まあ炎っていうかオーラなのかな、ドラゴンボールではね、うん、木のエフェクト、もう一個木のエフェクト、まあ、今回も、うん、特に先端とかが折れてたりとかないですね、うん、両個体だ、もう一つエフェクト、はい、これも先端が折れてたりはないですね、うん、はい、続いてこれもねエフェクトなんですけれども、はい、まあ、結構でかいんですよねこのエフェクトは。このエフェクトすごいんだけど、でかいんだけど何がすごいかって言ったらね、はい、見てください、大猿の顔がついてるんですよ、金髪大猿の、うん、金の大猿のこの顔、いやすっごいでけえ、うわー、まあ、半分がねこういうグラデーションみたいになってね、クリアになってますね、素晴らしいね、いやすごい綺麗で、こっちはね、うん、金のね毛並みが再現されてます。でここのね口の造形もねすごいね、いやすごい、これかっこいい、はい、続いてが本体ですね。今回の本体はこちら、じゃん、はい、まあこれを見ても分かる通りね、はい、スーパーサイジン4のゴジータです。腕組みしてて、うん、いいね、やっぱ塗装とかもすごい凝ってますね、うん、いやすげえ、はい、で尻尾ですね、はい、肝心の顔ですよね、うん、これがこれの出来によってね、もうそのフィギュアのねかっこよさっていうのが決まってきますからね、はい、こちら、はい、いやどうです、めっちゃかっこよくないですかこれ、このゴジータ、この不敵な笑みがねまさにゴジータって感じ、もう余裕かましてる感じだよね、このね口の造形とかね、本当鳥山明風な感じがねちゃんと表現されてますよね、いやすごい、この瞳の中もねちゃんと塗装が綺麗にされてますね、水色の中にね黒と白の色が配色されることによってね表現力がねアップされてます。でこの髪の毛も造形も完璧、うん、いいね、素晴らしい、はい、では早速ねこちら全部組み立てたいと思います。まあ一番最初にねこちらの通常の台座の方で組み立てたいと思います。フューチョンハッ、いっていくぜ、はい、完成しました。いやもうやっぱりぐらいかっこいい、これ、いやすっげえなこれ。でさっきね紹介し忘れたんですけれども帯がありましたね、はい、帯はこういうね
突起物がなくて刺さるタイプじゃなくてマグネットで、吸着するタイプですね。はい、ここですね。ここにポンとね、はい、こんな感じで吸着します。はい、いやー完成。いや、めっちゃいいわこれ。紹介し忘れましたが、こちらに一応ねネームプレートみたいなのがありますね。はい、それがこちら。はい、まあ、ネームプレートっていうよりシリアルナンバープレートなのかな。まあ、ここにある通りね、99体しか作られてないみたいですね。それはちょっと知らなかったんですけど、99分の52。いや、すごいな。で、もう一つの台座に取り替えたいと思います。まあ、一応ね、まあ、一つ一つの台座で最後はね回転させてみてもらいますんでね、まあ、その時アップにしたりねしますんで、もうちょっと見たいという方はねもうしばらくお待ちください。はい、完成。いや、めっちゃかっこいい。いや、やっぱねこっちの台座の方がかっけえな。これ大猿と相まってめちゃくちゃかっこいい。ゴジータの不敵な笑みがめっちゃ映える。いや、これやばいな。じゃあこちらね、一応発光台座ということでね、もちろん発光させてみましょう。はい、発光させてみました。いや、めっちゃんこすっげえかっこいい。いや、燃えるような感じに見えるね。いや、すげえかっこいいなこのフィギュア。とりあえずね、まあ、発光はこんな感じで、まあ、この状態で回転させることはちょっとできないんですよね。あの配線があるんで、回るとねぐるぐる巻いちゃうんでね配線を、そうするとねポロッといってねバキッとね折れちゃうんでね、やっぱスタチューはねめっちゃんこ脆いんで、そこら辺はめっちゃ気を使わなきゃいけない部分ではあるんでね、やっぱそこが一番の欠点かな。壊れやすいっていうのがね。はい、じゃあとりあえずねこの状態で分かりやすいようにちょっと部屋の電気を消したいと思います。うわ、もうこれだけでルームランプとしても使えますねこれね。ちょっとした誕生日プレゼントにもいいんじゃないかな。すっげえ光。いや、光量もね十分ですね。いや、ルームランプとしてもこれ使えるわ本当に。はい、最初の方にもね言おうと思ってたんですが、実は私これ買ったのはねサイズがあるんですよ、このフィギュアにも。これが6分の1サイズだったかな。これの上が4分の1サイズがあるんですよ。さらにでかいのがあるんで、でさすがにねもうガレージキットを買いまくってるんで分かっちゃうんですけど、部屋を圧迫するんですよ。で気づいたのが、いや、もうちょっとちっちゃくてできるいいのないかなって思ったのが、サイズ違いのやつがね最近ねガレージキットでも出始めてるんですよね。4分の1と6分の1とかでね、まあ、造形は変わることはないんですよ。ただそれをちょっと大きくした感じのやつが4分の1で、私のが6分の1ということでね。なのでガレージキットにしてはデトルフに入る、後ろのショーケースとかに入るぐらいの大きさなんですよ。これめっちゃ良くないですか。今まで大きくてかさばってたのが、結構ね国内市販品の高額フィギュアぐらいの大きさなんですよ。だから収めようと思えば、ケース内に収まる大きさなんですよね。これがまたいいですので、今回は6分の1サイズを選びました。いや、十分かっこいい。十分かっこいいし、この大きさだったら置ける。ということで、まあ、とりあえずこれは回転台座乗りますかね。
まあ、とりあえず、うん、ちょっと回転させながらね、いつも通りフェードアウトしてお別れしたいと思います。はい。まあ、私のチャンネルではね、こういったガレージキット含めね、さまざまなフィギュア、トイ関係ご紹介してますんでね、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。解かねば愚かな僕の積み重なる変えない。